今回は、マザーカルメルの写真を割ったブルックに対する読者の反応集を紹介します。それではどうぞ。大好きだった主人の形見だから、それを守り続けとるのだとわしは思う。よほほ、パリン。イブシギンな活躍が光るよね。ホールケーキアイランド編の骨。きっとこの写真はマムに撮ってた宝物なんじゃ。よほほ、パリン。麦わら帽子焼かれるのとあんま変わらんレベルの所業。ブルックのアフロ切ってるのと同じだけど、ブルックはルフィのためならそれができる。まあ、こいつの影からして大切なアフロ切ろうとしてくるからな。これひどくない？相手はマムとはいえドン引きだよ。聖者でも相手にしてるつもりか？そやなくはなババア。顔の皮を剥ぎやがった。自分で言ったわけじゃないけど、スカルジョークの中でもかなり好き。心の拠り所がなくなるダメージを誰よりも理解している男だ。だから壊すね。犬が大事にしてたお店を焼き払ったバギーと一緒。ルフィが目の前で麦わら帽子焼き捨てられたら、どのくらい怒り狂うか見てみたくはある。誰が変装してるのか一発で分かって、こいつはそういうことやるよな。ってのも納得させるよほほ。人の心は海底に置いてきた。俺は正当な読者、他人の宝物を容赦なく叩き割るブルックのことが嫌いだった。新郎の一家皆殺しにしようとしてる奴の思い出とか宝物とか知ったこっちゃねえ。無理やり実家に引き戻されて制約結婚させられる新郎に神父すり寄らせて心の救いにして油断させたところをズドンだ。とかまあ何されても文句は言えない。多分骨はこれがどれだけ大切なものか理解した上で壊してる。ちょくちょくルフィのためなら何でもする的な冷徹さを見せるの好き骨。恩人のルフィさんのためなら死んでもいい。ま、私、もう死んでるんですけど、よほほ。あの信じられないぐらい、クソな状況から助け出された上にラブーンのことも教えてくれて、おまけにスカウトだから、とんでもない恩義感じてそう。ジンベイが、杯を返す大ゴマの隅で、これをやるやつ。まあそもそもサンジを拉致したのが悪いし。最終的に全部、あのクソ親父が悪いで落ち着くな。ソウルキング。死んだはずじゃ？ええー、随分前に一度だけのやりとりも、かっこよすぎた。そんな大きくない、ゴマでさらっと割ってんのがひどい。かわいそうとか、そんな甘、ちょろいこと言って勝てる相手じゃねえんだ。実際これやっても勝てなかったし、失敗したけど、マムを殺しに来た場面だしな。ブルックの目の前でラブーン殺されても文句言えねえだろ。マムって本人的には、マザーをまだ信じてるんだっけ？信じるも何も崇拝してるぞ。お誕生日、パーティーしてくれた優しいマザーだからな。いつの間にかいなくなっちゃったけど、ルフィで例えるなら、麦わら帽子破壊かな。いや死んだ歌の写真破壊ぐらいだろ。言うてそんなことでうじうじしてないと思うよルフィは。ただ普通に怒るだけ。思ったほど苦しんでなかったから目の前に突きつけてやるけど、ゲドウが、クソゲドウでいいよね。ホールケーキアイランド中盤戦。そこまで、ゾウからずっと悪者だったベッジとか、二代目ビビとかと平然と組んで、敵ボスの恩人の一つしかない写真破壊して、昇進のとこをぶっ殺す作戦。しかもサンジが、昔虐待されてたからって、肉親の死を見過ごすような小さな男にはならねえ。って男見せてる。隣でシフォンはあんな奴ぶっ殺せって言ってやがる。ルフィにとっての麦わら帽子より、はるかに重いでしょマザーの写真は。幼い頃に急に行方不明になってしまった家族との唯一の思い出なんだぞ。ひとえにてめえが食ったせいだが、目の前でエース殺されるようなもんか。目の前でバージェスがメラメラ飲み、食べても同じような気分になりそう。まあ、目の前から消えた原因が自分なのは同じか。エースが死んだのはエースのせいだろうが。ゾロ、奈良は同一文字に、クソされるようなもんだし、波なら、みかんの木に除草剤かけられるレベル。みかんの木に除草剤と、同レベルと考えたら、ブルックゲドウすぎるだろ。よほほ、ドバー、ヒルルクの帽子を燃やされる、ヨッパーにバラ系沈められる惨事。フランキーと、ジンベイとロビンは何がいいかな。ルフィは、麦わら帽子をもうかぶれなくなるまで、壊されたら普通に怒るし、悲しむだろうけどぶっちゃけ他の全てを、犠牲にするほど、大事にはしてないと思う。言ってもシャンクス元気にしてるの、知ってるしね。どの例えもしっくりこないぐらい残酷。ルフィ側からしたらなんか知らんけど、大切なもの壊して、動揺誘う以上でも以下でも、ないのがなんか好き。別に今まで、マムが他人の大切なもの踏みにじってきた、シーダロみたいな正当化するわけでもないのが、これ叩き割られて回想突入で、はいはいまた悲しい過去ねとなってた。怪物の過去でしかなかった。ブルック恩義感じすぎて、ルフィが殺せって言ったら誰でも殺しそうだし。なりふり構ってたら4校なんて落とせやしないんだ。サンジの目の前でバラ系とジェフを焼き殺すようなものだろ。
ってもマムはたくさんの人のジェフを殺して、その首を送りつけてきたんだ。マムを倒したくても心までマムになるな。一味の中でも年上枠だけあって、割とえげつないことも必要ならば、さらりとやる。ここだけ抜き出すと、サイコパスの所業みたい。通して読むとマジでよくやった、にしかならないのひどい。パーティのおっさんメンバーがダーティな役割果たす展開は大好きなんだけど、ブルックは一人だけいろんな意味で頭が切れすぎて怖い。的確に仕事をこなす感じでいいよね。他のメンバーと違って忠誠心が高いというか、なんというか年の子だけあってどんな時でもクレバーよね。ラグーン殺さないとルフィが死ぬってなったら声も出さず泣きながらラグーン殺しそう。いやそれはさすがに枯れた声でリンクスの酒歌いながらラグーンの血を洗い落とす。ブルック想像しちまったじゃねえか。どこに行ったの？亡くなったご主人の店を守り続けてた犬の味方だったルフィアー。亡くなったご主人の店を守り続けてた犬が亡くなったご主人の店を守りながら、たくさんの人の人生や宝物を踏みにじって、ルフィの仲間とその家族を皆殺しにする計画立ててたとして、店をぶっ壊したら隙ができて倒せるって、なら壊すだろ。そもそもこれ壊すって作戦だっただろ。大事な宝物を目の前で壊して動揺してる間に殺すって主人公側がやっていい作戦じゃないだろ。そもそも動揺しないとダメージすら通さないマム側が悪いところある。それ以外にダメージ与える方法がなかった。ローとキッドはなんか頑張った。マムも下道ではあるけど、マザーに関しては尊敬しかないから何とも言えない味わい。割るのはいい。割る時に笑うのはサイコパス味がある。クエナとベルメールさんの死はそれぞれちゃんと受け止められているけれど、リンリンは未だにマザーに何が起こったか理解できてなくて当時に戻っちゃうの。だからこの時はリンリンにとって初めての家族の死に値するんじゃないか。生きてた頃の仲間は皆殺しにされてるし、本人ももう死んでるし、死さえ脅しにならない本物の海賊で確定か。人の心とかねえのかと言われても、私もう死んでますしと明るく切り返しそうな凄味を感じる。ルンバー海賊団のトーンダイヤル破壊してブルックを尊厳破壊させたいだろ。その後アフロ刈り取ってラブーンは死んだぞって言ってから骨を破壊したいだろ。マムはパーティーに来なかっただけで、そいつの親族ぶっ殺すやつだし、インガが帰ってきただけだろ。声封じて体の内外からタコ殴りにしてマグマに突き落としてもこれくらいで負けるのおかしいだろって結構言われる。マムおかしいよ。大事な宝物を壊してメンタル揺さぶって防御緩めた隙に、だいたい体重1500トンぐらいまでなら殺せるような毒物ぶち込む下道な作戦。幹部二人やられて、念願の婚姻邪魔されて、一番大事なもの破壊されて、漁場焼かれてるから、ゾロとサンジやられて、宴中止にされて、麦わら燃やされて、サニー爆破された感じ。オダッチは昔から一貫してルフたちを、チンピラとして描いてるからね。空島でも、あいつら寝てる間に金盗んで逃げるぞだし、最近だと、友達が腹いっぱい食える世界にしたいと単価を切ってた。正義の味方じゃないんだよ。あくまで助けたいのは友達だけ。基本的にまっすぐな奴とだけ友達になってるだけで、もしもルフさん次男が写真立て壊せそうだったら直前で躊躇してそうだから、人の心がない骨でよかっただろ。ルフィは肩首が余地で壊すの見てるからやれたと思うけど、音楽家とか色々くっつけたけど、基本は剣術とかゾロがいる時点で持て余すだろと思われてたのに、やるときはクリティカルなことをやる男な感じで妙な目立ち方するよね。ブルックの印象的な活躍は大体どれもゾロにはできないのばっか。霊気技とか偵察とか霊魂特攻とかスペック的にも活躍しやすい。剣士としても剛健のゾロとスパッとスマートに切るブルックで差別化できてるし、マムは散々人から奪ってきたんだから自分が奪われる番になっただけなんだよな。マム編は力の差がありすぎて味方サイドがめっちゃダーティな動きするのいいよね。この直前にビッグマムのお茶会の誘い断ったら親の首届けられた、話してたから道場とか一切なかった。ルフィの偽物を大量に用意するという面白半分ですぐ見抜かれる突発的作戦を利用して叩き割るの狡猾すぎるけど、どこまでが作戦内だったんだろうか。マザーの写真は心の拠り所であって尊厳破壊とは違うんじゃないか。尊厳破壊よりもっとひどいことしてるよな。ブルックってハンコックの背中の入れ墨を大衆に見せびらかしそうだろ。必要ならやるから早いとコルフィの仲間になっててよかっただろ。ブルックが味方でよかった。めちゃくちゃ陽気なのに的確に主人公キャラたちの心にダメージ負わせてくる敵怖すぎだろ。サニー号を炎上させてきそう。一回死んでるせいで割と倫理観いかれてるのがいい。骨だけルフィに仲間意識じゃなくて忠誠でついてきてない。ブルックはルフィに何かあって闇落ちしてもついていきそう。